はい、お疲れ様です。今日は、そのコロナ、まあ連鎖倒産っていう話なんですけど、コロナ自体落ち着いてきて、まあ愛知県なんか今ゼロとか少ないなーっていうのも出てきてるんですけど、これからさ、連鎖倒産が始まるって、まあいろんな経営者が言ってんですけど、まあ俺も実際に今お金何社かもらえてない人がおって、もうコロナのせいじゃねえんじゃねえのって思うぐらいのお金、仕事したのにお金もらえんっていうのは、まあ悲惨だけどさ、建設会社ね、建設会社の下請けをやってて、うちが、でそこの元請けさんにお金払ってくださいって言ってももらえないっていうのが3ヶ月、4ヶ月とか、まあ遅れてるやつとかあるんですけど、それにはなんで連鎖倒産ってそれ言うかっていうと、仕事を経営者やったことない人、まあ自分でね今従業員な人はちょっとわかんないと思うんですけど、月末まで働いて15日に給料もらえるわけじゃないですか。まあ15日じゃない、まあ15日払い5だったらね、まあ、1日給料日とかまあいろいろだと思うんですけど、そんなにお金って寝かせないでしょ、従業員の人って。だけど会社っていうのはじゃあどういうふうに支払いが動いていくかっていうと、じゃあまあ今6月10日だとして、6月1日から末日まで仕事をした分を末日に請求書を起こすんですよ。6月末日っていうことでね、7月の末にもらえるとか30日後だったらで、45日後だったら8月15日だよね。でそうやってまあ2ヶ月遅れとか、まあ2ヶ月遅れとも、まあ、めったにないけど、40日とか結構あるから、建設業界だと30日40日も全然あると思うんですけど、ってことは何が起きるかというと、じゃあ俺が6月に300万工事した、7月の末にもらえるってことは7月も300万ぐらい工事してると、で末日に金が入ってこんと。でもお金が入ってこんからってすぐ仕事止めないじゃん。今日、お金入ってないっすよ。あ、もう、なんだったら明日から仕事止めますよ。って、本当はやらなかったんだけど、まあ2、3日だったり。でも、これぐず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 1ヶ月待ったりしてたらさ、ちょっと早く払ってくださいよ。つって、もう現場止めますよ、本当に。って、言っておううちに3ヶ月とか伸びて。まあ、例えば100万でも、1ヶ月分100万。従業員、まあ3人だったら100万ぐらいもっともらえるのかな。売上高で言うと100万から150万ぐらいになってくると思うんですけど、じゃあ150万でも、たった個人で2、3人、あの、1人2人従業員使ってる子でも100万から150万ぐらいなわけでしょ。3ヶ月やって、450万やで。で、それ全部飛んで、まあ、潰れるしかないっていうのはまあちょっと大げさだけど、個人で従業員1人2人しか雇ってなくて、450万の貯蓄、なかなか会社にないじゃん。で、うちで言ったらまあ月ね、まあ6000万、7000万もっと動くんかな。お金が動くやつを、じゃあ3ヶ月全部、まあ全部ってことはありえないからね。あれですけど、全部止まっちゃう。もう一社と付き合っとるところ。で、建設会社って結局元請けがおって、その下に孫請けがおって、孫請けがあってみたいなとこあるじゃん。ってことは、いや、うちの会社 100% で、まあもちろんやってる人たちもおるわけじゃん。ってことは、俺が潰れたら、この子たち、まあちょっと潰、すぐピュッてやめやいよ。あ、まあ誰だ、もうやめつってピュッて俺がやめやいいんだけど、ずる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 仕事しとって、でもお金がね、ずるずるやっとって3ヶ月、4ヶ月って金がもらえてない。あ、なんとか、ちょっともうちょっと待っててくれ、もうちょっと待っててくれ、ってやっとったら、もう4ヶ月働いちゃったと。たった一人親方で月50万ですけど、4ヶ月やったら200万なわけですよ。それもらえないとか、もうボンボン出てくるわけです。そのコロナじゃなくてあのリーマンの時にも本当それが起きたわけ。これからもう絶対そうなるだろうって、まあ俺の知り合いの経営者はみんながみんなじゃないけど、まあ違うことを言う人も、まあ良くなるっていう人もおるし悪くなるっていう人もおるから、まあ一つの仮説ですけど、でも一つは俺もリーマンの時ももう何百万ってもらってないから、これでじゃあどういう風にするのって言ったら損金ですよ。会社全部赤字だよね。それでじゃあ何年で取り返すのってこと、何年もかかるでしょ。でやっと取り返したと思ったら今度またコロナが来るわけですよ。うん、だから本当にね、企業ってもう俺もう会社辞めた方がいいんちゃうかって、建設会社なんでって思うぐらいね、厳しいと思うんですけど、これじゃあ、まあうちはまあ行って民間やってるから、まあお金の取りっぱぐれもそんなないし、まあ今はある程度きちっとした企業さんとやってるし、まあ新規取引だとある程度調査も入れるしね、調査会社もあるしね、そういうのもやって取引するから、まあそんなにリスクないんですけど、まあちっちゃい工場でいいわって10万、20万とかの仕事を何件かやって、まあその人たちも聞いとるとまあ嫌な気持ちになるかもしれんけど、まあそんなことこんなとこで言うことじゃねえやねえかって思うで、まあ社名とかは言わないけど、うん、だけどまあお金ももらえない、連絡も出ない。俺じゃないよ、まあ俺も直接入ってないから、スタッフたちがきちっとやって、あのまあ動画に出てるミッチーとかもね、あのお客さんと対やって金額決めてやってるから、もうまあ絶対回収しろよお前らって言うけど、俺は探して捕まえてこいって言うけど、まあまあ正直見つからんだろうし、まあ逃げちゃっとるしね。で潰してくれやいいんだけど、潰すこともしんやん。潰すならまださ、なんか方法があるんだわ、なんかいろいろ助成金絡みもあるし、損金も入れるし、だけど連絡も出んっていうのは損金にも入れれへんし、浮き金になってくるんですよね。じゃあそれじゃあどういう風にするなんて、自分の俺自己資金で穴埋めしたりしなあかんわけじゃないですか。まあ実際にじゃあどれぐらい仕事がいってるのって言ったら、まあ今職人さんやってる人たちは結構周り見てたらあるんじゃないかな。まあ今俺もこの間内装屋の同級生知り合いとも会っていろいろ喋ったけど、やっぱじりじりと減ってる。で今日電話で喋った、これも大成功してるね。俺より全然大きな会社でね、鉄骨を作るとかさ、ね、建設会社だけじゃなくて、作る方にまで手出して、で新築にまで手出してっていろんなことに手出して、もう何十億ってやってる同級生がおるんですけど、その子も言ったね、やっぱ。まあ仕事は行ってもううち体力あるからって、そいつがね。だから仕事も通っちゃう。でもじゃあもう下げ合いしてる
るからね。だったらもう俺もバーンって下げて、現場が回らんと困るから。だってさ、15% 下がってやってたかな、今日。1000万の仕事が900万、850万か。850万になるわけじゃないですか。でも、まあ、現場給料払えやいいや。だけど、潰れていくとこっていうのは、じゃあ、その、競り合いよりも負けて、仕事が毎日ない。でも、生活させなか。建設会社だと結構、まあ、みんなも聞いてて、まあ、仕事休みだで給料もなし、保証もなしってやってるケースさん多いと思うんですけど、でも、会社自体は固定経費があるわけじゃないですか。車のリース代だとか、事務所の家賃だとか、いろんなもの、経費がかかってくるでしょ。税理士に払う、労務士に払う、弁護士に払うとか、固定経費がもう全部あるわけでしょ、会社って。で、それがもう何百万、何千万、企業ってあるのに、金が入ってこない。払えない。で、材料屋さんにも払えない。で、そういうことが起きてくると、もう本当にね、本当にこれもう連鎖倒産始まりますよ。その子が言ってたのは、もう3年ぐらいはこれから厳しい時代になるぞって。リーマンの時はその子は言ってたな。もう本当に厳しかったから。で、今なんかまだ始まってないからね。これからだからね。行ってまだまだ仕事回ってるし、暇暇って言って単価下げ合ってあるから。うん、これもっと絶対下がってくる。単価がね、仕事はあるんだ。だって今だって買いだと思って買う人もおるわけじゃないですか。この間、まあ、投資と投機の話じゃないけど、投資してくる人もおるよね。まあ、そんだけ安いんだったら、俺もって言うもんね。俺今、不動産買おうかなって言って、まあ、ボロボロの物件なんですけど、まあ、それ何って言ったら、今だったら、リフォーム屋さんとかにも聞くと、ああ、いいよ、安く工事したりよ、暇だで、ってね。だったら、まあ、買おうかなとか、普通は3000万かかって直すやつを2000万で直せるなら、買いじゃないですか、俺も。今、建設会社だから強いよね、そこは。まあまあ、話がちょっと倒産の話なんであれですけど、まあ、じゃあ、これから連鎖倒産、自分たちのところにも響いてくる。で、個人事業主さんも、今から響いてくる。もう、絶対に響いてくるから、本当に。もう、俺気をつけとかなあかんと思うんですけど、でこれ最後に、まあ、アドバイスとしてちょっと言えるのは、倒産防止協会、倒産防止協会っていう保険があるんですよ。で、これまあ何回か動画で俺もちょっと話してるんで、ぜひ調べてほしいんですけど、今セーフティー、中小企業セーフティーなんたらだったかな、倒産防止協会ってまあ、うちは出てくる。俺も今日調べて URL もちょっと貼っときますんで。じゃあこれ何がっていうと、まあマックスね、簡単に言うよ。まずは5000円から20万までだったかな、掛け金が。5000円から20万まで掛け金、保険ね、掛け入れるんですけど、これ掛け金の10倍。もし元請けが潰れた場合とか、客さんからお金もらえん場合にお金が借りられるんです。でも借りるのに無担保、無保証人、あと何だったかな、無金利、無金利で借りられるの。ただで借りれるんだよ。金利払わんで。その代わり、これがなんか、ま、帰ってこんかなんかはあるから、そのお金が。でも、これって保険だから、何っていうと、これ保険、毎月かけてるでしょ。マックス800万までしかかけれない。ちなみに俺、会社2つ持ってて、2つとももうマックス800万までいってる。だって、8000万、8000万は、もしお客さんがダーンってでかいところがする。まあ、俺大きいところと付き合ってないで、そこまでね、一件でバーンって8000万こけたとかもないけど、こけたら、ま、別に8000万までは無担保、無保証人で借りられます。じゃあ、でもそんな保険高いでもったいないじゃないですかって言うんですけど、みんな。じゃあこれ何？これ 100% 返ってくるんですよ。保険金だけど、積立式みたいな感じだから、調子悪いもんで、で例えば俺もじゃあ1600万はもう、あ、もうやめるわ、あれって、ちょっと景気悪いで、コロナで悪いで、今年赤字食いそうだもんで、1600万戻してくださいって言ったら、1600万黒字になって、ドーンと利益に乗るんですよ。もちろんキャッシュが入ってくるから利益だよね。これじゃあ利益って言ったから、勘のいい人は気づくと思うんですけど、赤字にできるんですよ。まあ今じゃあ今年1人、2人、3人従業員やって、毎月100万あって、まあ年間1000万ぐらいあるとするじゃん。1000万あるんだったら、で、1000万で、まあ1年間で200万利益が出ちゃう。じゃあその200万利益が出ると 40% ぐらい税金持って帰るでしょ？ 60 万、80万ぐらい持って帰るんか。だったら、その200万利益が出るぐらいだったら、倒産防止協会に月々10万円払いますとか5万円ずつ払いますって言って、60万入れたら、これ全部経費参入で経費扱いになるんですよ。そうすると、じゃあ月々10万だったら120万か。120万分の経費の圧縮ができるわけですよ。あ、経費っていうか税金の圧縮ができるわけ。200万の利益から120万円から80万円に対してしか税金がかかんない。だけど実質じゃあこのお金っていうのは全部返ってくるからね。よくみんな勘違いするんだ。いや、でも損じゃん。そうだ。元受けが潰れんかったら、金損するでしょって。だって損しない。もう欠けてるだけで、もう得だよ。全部返ってくるし、税金が引ける分ってことは 40% 税金払わないので、40% のもう得、欠けただけで 40% 得なわけですよ。でも、元受けが、まあ、潰れた場合に、まあ、そういう発動できるから、10倍分のね。かけただけで 40%、もう得。だから俺はもうずっともう何年も前からやってるよ。その分の経費圧縮ができたわけでしょ、俺は。まあ、これは節税だよ。脱税じゃないよ。まあ、そんな感じです。まあ、URL とあれ貼ってきますんで、まあ、ぜひ見てください。ちょっと、短くないって言うけど、まあ、まとまったかなと思いますんで。本当にね、みんなこれからもう倒産しない。会社守るためには、社員守るためには、やっぱそういう安全なことに、お金を投資して、ね、どっかに飲みに行ってる、遊びに行ってるよりは、そういうものに使ってほしいなと思います。またね。あ、チャンネル登録といいね。ぜひよろしくお願いします。チャンネル登録お願いします。いいねを
Yeah.